こんにちは、テコデザインの梅門です。私が勉強していた時にもっと演習問題が欲しいなと思っていたので、この度作りました。ぜひお役立てください。今回は少し難易度を上げて割増計算があるバージョンをやってみましょう。時間は5分を設定しておりますが、もし短い場合は解説の前に一度自分で一時停止を押してください。社会保険料とか所得税の計算のための資料は概要欄のリンクがありますので、そちらをお使いください。それでは行ってみましょう。設問、下記の条件で差引支給額を求めてください。それではここから5分計ります。スタート。
5分が経過しました。もうちょっと時間が欲しいという方は、ここで一時停止をして解き切ってください。この後は答えと解説に進みます。それではよろしいでしょうか。今回の設問、答えはこちらです。差し引き総支給額は 232,995円です。1円単位で合わせてください。前回に引き続き、フリー人事ロームという当社が導入支援をさせていただいているクラウドシステムで実際の給与明細を作ってみました。このようなオンライン給与明細の配布っていうのが年々増加傾向にあります。とっても便利です。それでは各種の落とし穴を確認しながら一つ一つ落ち着いて解いていきたいと思います。それでは解説レッツゴー。まずは支給の方なんですけれども、ここの緑の四角が設問からコピーしてきたものです。支給側を確定していくのに必要な条件というのをメモしていきましょう。メモするときには転記ミスにも注意しましょう。まずは年間休日とその人の所定時間から月平均所定労働時間を求めていきます。一つ目、1年は365日あります。そこから年間休日113日を引きますと252日稼働する会社ということがわかります。次にこの稼働252日を12ヶ月で割りますので、1ヶ月の平均に直すと所定労働日数は21日となります。そしてこの21日にその人の所定労働時間である8時間、こちらをかけますと月の平均所定労働時間は168時間というところまでが求まります。ここまでまずいいでしょうか。まあ実務の話をしますと、本当は小数点とか出てくる会社様が非常に多いですね。まあ、今回はシンプルに行きたいので、数が出ないような時間数になるように設定しましたが、システムの設定で 21.何々と小数点第2位ぐらいまで設定することもあります。余談でした。ここまでいいでしょうか。では次に行きたいと思います。次、割増の単価や控除の単価、時間単価を求めてみましょう。さっき自分で求めてきたこの168時間の他に、まあ月給とか通勤手当とかを引っ張ってきました。これは設問の通りですね。さあ、使うのはどの数字でしょうか。はい、思考回路をなぞっていきます。一つ目、割増賃金の基礎になる支給額っていうのは、この問題では基本給だけですね。基本的に通勤手当というのは割増の基礎には含めませんので、基本給の25万円だけを割増の基礎と考えます。この25万円を月の平均所定労働時間の168時間で割ります。そうすると小数点も出てきますが、1488.09 なんとかなんとかと続いていくと思います。さて、設問では割増賃金の単価の端数の処理まで書かれていましたので、その指示通りに従います。小数点以下、四捨五入されますので、この人の1時間あたりの賃金というのは1488円となります。ここまでよろしいでしょうか。つまり割増をするときも控除をするときも、とにかくこの1488という金額がとっても大事になってきます。本当に些細なことなんですけども、四捨五入を間違えないとか、自分でメモするときに転記ミスをしないとか、そういうことにも一つ一つ気をつけて進めていきましょう。ここまでいいでしょうか。では次に行きたいと思います。次です。実際の割増計算とか控除計算に進みましょう。設問であったタイムカードをそのまま出してきました。時間外労働10時間、こちらは割増率は 1.25 ですから、10時間に 1.25 をかけてさっきの単価を出します。そうすると 18,600円になりました。法定休日労働時間が10時間ついてます。 1.35 ですよね。割増率間違えないようにしましょう。 2,088円となります。この2つは割増なのでプラスされる額ですね。続きまして、下2つは欠勤とか遅刻早退でついているものですので、マイナスする分ですね。この人の所定労働時間は8時間ですので、欠勤1日しますと8時間分欠勤したということになります。この1日分を8時間と変換するのがミソですね。8時間を1488円の単価で控除する。マイナス分は 11,904円となります。ここは別に割ります必要ないですね。遅刻1時間分。これは時間なので、1時間に対して単価をかけて、そのまま1488円が控除されます。この4行、間違えなかったでしょうか？はい、今までのところで支給合計が出ました。月給部分と、この非課税通勤手当、
というのはただただ設問から転記するだけですが、残業手当の合計とか勤怠の控除部分の合計、これは自分で割増や控除計算をしないといけません。結果として支給の合計は 285,296円となります。ここまでよろしいでしょうか。次は控除に行きたいと思います。はい、社会保険ですね。この設問の条件からこの人の社会保険の等級標準報酬を求めましょう。月給25万円で通勤手当が毎月1万円ですから、25万と1万を足して26万円、26万がこの人の報酬月額となります。26万の報酬月額のその等級は20等級ですね。その行をずれないように定規で押さえながら右の方を見ていきますね。で、この人何歳でしたか？はい、設問では45歳と記載がありましたので、あ、介護保険料も引かないといけないよなと思わないといけないですね。なので介護保険を払う折半の額を見ますから、本人負担分が 14,885円となります。同じ行の一番右で厚生年金保険料 23,790円を転記します。社会保険よろしいでしょうか。各種の割増賃金先ほど求めましたけれども、これって固定的な賃金ではありませんよね。なので社会保険料の等級を考えるときには参入しません。これがポイントです。次です。社会保険も止まりましたので、次雇用保険料に移りたいと思います。設問から雇用保険の種類は一般の事業と指定がありました。つまり1000分の3の本人負担分の保険料を払うってことですね。どこに対して雇用保険料をかけるんでしょうか。はい、総支給 285,296円に対して1000分の3をかけました。なので 855.888 という結果になると思いますが、端数の処理についても設問に指定がありました。この 0.8 のところを切り上げられますので、つまりここの設問では雇用保険料の従業員負担分は856円ということがわかります。余談ですけれども、ちなみに一般の事業の場合の事業主負担は1000分の 6.5、 つまり 0.65% と決まっていますので、この時の会社の負担分は1854円になります。検定の演習問題には関係ないんですけれども、知識問題として出る可能性もありますので、この1000分の 6.5 っていうのを覚えておいた方がいいかもしれません。この雇用保険を求める時のポイントとして、ここに書いてあるような特殊なもの、賃金の対象にならない特殊な手当がない限りは、総支給に対して 0.3% をかけます。課税とか非課税とか、そういう税の話と保険料の話を混同しないように注意しましょう。ここでミスする人がとても多いです。次に今度所得税を求めていきたいんですが、その前にまず課税の対象額を求めないといけません。この支給側と控除の側、全部ここまで求めたものを出しまして、何円に対して所得税をかけたらいいかっていうのをまず求めましょう。課税分の支給の275,000円、つまりこの非課税通勤手当っていうのは無視してですね、この3行の合計からこの4行の数字を全部引くということになりますので、課税する対象額というのは 235,765円になります。まずここは皆様合ってましたでしょうか。ここまで求めてようやく扶養人数とかその税額表を見ながら判断していくことになるんですけれども、設問では40歳の妻1人と19歳の子供1人というわけで、つまり親族は2人でカウントされますよね。子供の年齢にも注意しましょう。16歳超えてますので、2人でカウントして、この233,000円から236,000円っていうこの行を参照しますね。で、2人ここが合わさった2770円っていうのは、この人の支払うべき所得税の額と最終決定されます。で、控除おさらいですけれども、最後の最後に今回の設問では住民税も指定がありました。1万円を控除し忘れないようにしましょうね。実際の検定の試験にはあまり住民税っていうのは出てこないようなんですけれども、ちょっとわからないので、もし設問に設定があったらもちろんここで引いてください。実務をされている皆さん、給与計算バリバリされている皆さんはもちろん一般的に会社が徴収して市町村に納めるっていうフローは分かっていらっしゃるはずなので大丈夫かなと思います。もう一度全体像を見てみましょう。答えは 232,995円でした。いかがでしたでしょうか。落とし穴をおさらいしましょう。社会保険料の標準報酬に入れるのはどこまでですか。
雇用保険は何に対して 0.3% かけましたか？所得税はどういった金額をもとに税額表を見たんでしょうか？それぞれ何に対してかけるのかっていうのが違うので、この辺はスラスラ自分で口で説明できるぐらいまで理解度を深める必要があると思います。検定のテキストを読んで分かった、一応計算はできるというレベルと、全然知らない人に対して一からレクチャーできるぐらいアウトプットできるレベルまで自分が説明できるっていうのは理解度に大きく差がありますので、自分のことまで人に説明できるぐらいまでおさらいをしてください。さあ、皆さんご視聴ありがとうございました。次回はですね、もうちょっと手当の種類を増やしてみたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。テコデザインの梅門でした。ハロワーで見かけた時、何も言えなかった。募集